こんにちは、ひなこです。私最近日焼け肌にハマっていて、今日もこんな感じでちょっとこうヘルシーな雰囲気の日焼け肌メイクをしてみました。前にこちらのプリンポットをお気に入りコスメとして紹介したんですけど、このプリンポットがね、人気すぎて在庫切れめっちゃ続いてたじゃないですか。実際に私の周りでも購入して一軍アイテムになったという人が本当にいっぱいいました。そのフィーからまたまた新作が売ってたっていうことで、今回はそのアイテムを紹介しながら実際に日焼け肌メイクをやっていこうと思います。今回使っていくのがこちらの Fee のモアムードアイパレット01番のモアザムード。この色味が可愛すぎて見た瞬間から超欲しくて、これ使ってアイメイクしたいなみたいな気持ちがすごい刺激されたアイテムです。ユニークで絶妙なカラーなんですけど、捨て色がないっていうか、変わった色もあるんだけど、すごい肌なじみよくて使いやすいです。はい、ではまずアイメイクからしていきます。まずはこちらの色、アイホール全体に塗っていきます。下まぶたの方にも重ねていきます。目全体をぐるっと囲むような感じで入れていきます。このパレットこんな感じで3列あるんですけど、ここがピンクヌードラインで、ここがイエローヌードラインみたいな感じで横1列でラインになってるので、薄い色から順番に重ねていっても全然メイクが完成するようなアイテムになってます。次は深みを出していくためにこちらの色を塗っていきます。上まぶた目頭横に広げるような感じで塗っていきます。目尻の方にも塗っていきます。下まぶたの目尻にも入れていきます。次は涙袋にこちらの色入れていきます。Fee のカラーアイテムは6つのモーメントに分かれて展開されていて、このアイパレットも同じように1色ずつ展開があります。商品ページ見ても本当にどれも可愛くて、パーソナルカラー別にこうみんなが求めるカラーだったりとか、好みのスタイルとか網羅して作られてるから、もう全員このカラーバリエーションに満足すると思います。今回紹介するのもね、どれにしようかめっちゃ悩んで、私のハマり中日焼けメイクということで、今回このモアザヌードを紹介することにしました。次はこちらとこちらの2色を混ぜて、この下粘膜あたりに入れていきます。まつげの生え際かな、下まぶたのまつげの生え際に入れていきます。で、次アイラインを引いていくんですけど、アイライン結構しっかりリキッドライナーで描いて、そんなに漏れるタイプではないので、いつも目尻だけ描いたりとか、こうシャドウを使ってね、アイライン代わりで引いていくことが多いので、今回もそうしていきます。こちらの一番濃ゆいカラーを使っていきます。こんな感じで引けました。そしたらまた同じ色でアイラインを使ったのと同じ色で、このまつげの生え際にもラインを入れていきます。下まぶたの方にも同じ濃いめの色で、黒目の始まりまで引いていきます。こんな風にラインが描けました。ここから一番好きな工程、ラメなんですけど、この最後の列はグリッターになっていて、質感とか色味とかいろんな種類があって、夜にチラチラ光る上品な色とか、ハイライトに使えるツヤっぽいものとか、ベースを邪魔しないでラメだけ乗ってくれるようなものとか、本当に全部揃っていて、またね、それぞれちゃんと密着力も高いものになってます。じゃあこちら、この一番端っこの色を塗っていきます。指で取って、上まぶたの始まりの方から流れるように乗せていきます。そのままちょっと横にスースーと伸ばします。この下のラメが全体的にこう子供っぽくない、おしゃれな色なのがすごい好きです。次はまた端っこのカラーを使っていきます。ブラシで取ってこの辺りを狙ってチュン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 、目頭を、光らせます。目頭を光らせたら、そのままブラシを上にスッとやって、ここが立体的になるようにちょっとラインを引いていきます。
目の骨の周りっていうのかな、このあたりにヒューッと入れます。こんな感じにラメが入りました。でこの上2つはマットになってるので、その日の気分でラメ足したりとか、仕事の日普段のメイクも遊びのメイクもできるっていうところがめっちゃお気に入りです。はい、マスカラも塗ってアイメイクが完成しました。で次は眉毛ですね。アイホール全体に塗ったのと同じこちらの色を使います。次はこちらの色を使ってノーズシャドウを入れていきます。こっちの濃いめのカラーはアイシャドウにも使えるし、こうやってノーズシャドウにするにもすごい絶妙でめっちゃいいです。あと鼻の頭、鼻先にこうやって丸を描きます。ノーズシャドウまで終わったので、次はチークしていきます。チークに使うのはこのちょっと赤いカラー、日焼けメイクなのでこの鼻の方に入れていきます。ドドドドドドド、鼻とそのちょっと終わりぐらいで、余ったやつでこの頬骨の方にも、目が高いところに入れます。日焼けは顔の高いところになっちゃうから、それに沿って自然の原理に合わせて塗っていきます。めっちゃ絶妙に日焼けカラーなのですごいお気に入りです。はい、チーク終わったのでハイライトを入れていきます。この各パレットのラメの部分にはハイライトにも使えるような質感のラメが入ってます。で私は今日これ使います。こっちのね、若干ピンクの方もめっちゃ色可愛くって、このピンクの方はこういう感じでちょっとゴールド味が入ってるピンクで、これめっちゃ可愛いんですけど、今回一番この端っこの方使います。こっちの方はね、はい、こんな感じでツヤツヤ、めっちゃ綺麗な濡れたようなツヤが出ます。で塗っていきます。眉毛の下に塗ったりとか、鼻先、こんな感じでハイライトを入れました。これ一つでメイクほぼ完成しちゃうので、しかも妥協なくちゃんと可愛くメイクできるので、どこでも荷物少なく出かけたい私にとってはめっちゃありがたいアイテムです。最後にリップですね。以前も紹介したこのプリンポットを使います。 ND04 マイというカラーを使います。こういう色味です。ちょっとボリューミーな感じにしたいので、このプリンポットでまずベースを作ってオーバーリップさせていきます。で最後グロスで仕上げていきます。この2つはどっちも結構単色使いでも可愛いんですけど、今回は一緒に使ってジューシーな感じにしてみました。はい、こんな感じで日焼け肌メイクが完成しました。今日いっぱい使用したこちらのアイパレットは9点から購入できるので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。それとこの以前紹介したプリンポット、今日も使ったんですけど、このプリンポットとあとクッションファンデがロフトとかのプラザとかのバラエティショップで買えるようになったみたいです。ティーを昔から愛用してる身としては、おーついにみたいな、めっちゃ嬉しいんですけど、皆さんも寄った際にはぜひ探してみてください。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。